わかるでしょ、私が言ってること、はい、あれもこれは誕生日今年こうしたとか、はい、だから寿命が早い方だと思っていればもうどんどんやればいいんだけど、キリがないですね。キリがないの、これ夫婦生活っていうのは難しいもんで、やってしまうとそれが当たり前になるからな、はい、あの時あんなにやってくれてありがとうじゃないからな、というわけでお相手は赤嶋さんも浦田の人モーニング娘。の高橋愛と一茂さゆみ、藤本美貴、また来週お会いしましょう。さようなら、さようなら。